月曜日のお弁当作っていくよ。まずもも肉と卵、小松菜と人参、油揚げを使って切っていく。全部一口大に切ってお味噌汁に投入。月曜日はね、お味噌汁がないことが多いから、基本はお味噌汁から作って、その間にお弁当作ってる感じで、お弁当のおかずにはもも肉一口大に切るよ。人参は火が通りやすいようにスライサーで薄く切ってる。レンチンした卵も半分に切っておく。で、人参と小松菜は火が通ったから先に取っておくよ。で、もも肉と油揚げには醤油とお砂糖とみりんとカレー粉で味付けしたよ。準備ができたから盛り付けていく。ご飯をちょっと平らにして、伸ばして敷いて、お弁当用のシートを下に敷いた。こうするとおかずが底上げされて、いい感じに盛り付けられるから結構おすすめ。これが一番簡単なお弁当の盛り付け方かな。月曜日のお弁当完成。火曜日のお弁当作っていくよ。今日はでっかいさつまいもが登場。あとはだいたい昨日と同じだね。さつまいもは一口大に切ってお塩を振って、レンチン3分くらいチンしておくよ。今日は人参は乱切りにした。小松菜は昨日と同じ一口大、油揚げも一口大に切っておく。胸肉も一口大だね。今日はちゃんと作りたかったから卵焼きも登場。まず胸肉じゃない、もも肉焼いて、人参と小松菜も焼いて、真ん中で卵焼きを作っていくよ。レンチンから戻ってきたさつまいもも合流させて、卵焼きが完成したら油揚げも焼いていく。さつまいもには醤油とお塩とみりんで味付けしたら盛り付け開始。昨日と同じように盛り付けて、卵焼きを3等分に切ってから小松菜を入れる。油揚げと人参を別々に入れて、最後にさつまいもと胸肉じゃない、もも肉を入れて、黒ごまと梅干しで完成。水曜日のお弁当はこんな感じ。またもも肉だね。今週はもも肉を2キロで業務スーパーで買っちゃったから、もうそれが大活躍だったね。水曜日はお味噌汁がなくなっちゃったから、さつまいもと人参とお豆腐を入れて作ったよ。もも肉はキッチンバサミで切った。また卵焼きはお醤油とお砂糖とみりんとお水ちょろっとで味付けだよ。この味付けは絶対変わらない。もも肉にはキノコも入れて、昨日とはちょっと違った風に作ったよ。塩コショウとお醤油、みりん、お砂糖で味付け、盛り付け開始。卵焼きは3等分にしてお弁当シートを敷いて、小松菜と卵焼き、あとはもも肉としめじの炒め物入れて、人参入れたらトマトと梅干し乗せて完成。今日も簡単に作れちゃった。はい、今日のお弁当はこんな感じ。まずは卵をレンチンでゆで卵を作ったよ。で、ナスは乱切りにする。ゆで卵は10分くらいチンしたらあっという間にできるからおすすめだよ。私ゆで卵をお湯から作るやつ苦手なんだよね。いつもなんか白身が飛び出ちゃったり、なんか半熟になっちゃったりしちゃうから、レンチンだと絶対にゆで卵ができるから、私みたいな不器用さにはおすすめ。今日はフライパン洗うのがめんどくさかったから、一つのフライパンで作ったよ。ゆで卵は半分に切っておいたよ。ご飯を敷いて、ナスと胸肉じゃない、もも肉を入れたら、ゆで卵と人参、あとは小松菜を入れたら、今日の弁当完成。ゆで卵があると彩りがいい感じ。さあ、金曜日のお弁当はチャーハン弁当です。今日も相変わらず一つのお弁当で作っていくよ。あ、お弁当じゃないわ、一つのフライパンで作っていくよ。卵焼きは今日は作らないから、卵にお水をちょろっと入れて、レンチンで炒り卵風を作っていくよ。あとは副菜にちくわと小松菜の和え物を作ったよ。それもレンチンで作った。チャーハンには鶏ガラとお塩コショウとお醤油で味付けした。これもレンチンで作ったからあっという間にできたよ。チャーハン盛り付けて、副菜も入れて、あとは昨日の残りの人参ラペを隙間に入れたら、トマトを3つくらい入れて完成。今日も最後まで見てくれてありがとうね。またすぐやるからチャンネル登録お願いします。